はいどうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、膝の関節の仕組みとそれに対する具体的なアプローチについて解説をさせていただきます。関節、いろいろお話をさせていただいてるんですが、やはりその代表と言っていいのが、この膝の関節の障害というふうになってきますので、これをですね、リハビリの視点から掘り下げて解説をさせていただきますので、最後までぜひお聞きください。でこの膝の関節、まず仕組みなんですが、足、大腿骨という太ももの骨と、スライドの方も見ていただきたいんです。それから、その下にある、頸骨という骨、それから間にいわゆる膝蓋骨という、いわゆる膝のお皿とよく言われている、その骨をつなぐ関節です。で、大腿骨と頸骨をつないでいる、頸骨、大腿関節と、それから大腿骨、この膝蓋骨をつないでいる、膝蓋大腿関節、大きく2つから成り立っているんですが、狭い意味では、この頸骨、大腿関節がいわゆる膝の関節というふうになってきます。で、この膝の関節の特徴としては、やはり体重の5倍程度を支えると言われる、高い柔軟性が求められています。それから、しゃがむ動作とか、正座をするなんていう動作で、やっぱり屈曲伸展の方向にこう大きく動かす、こう大きな可動性が求められているというか関節でもありますので、もちろん関節自体もそうですし、その周囲ですね、いろんな靭帯が補強しているというところがあります。でさらに関節の中に半月板であったり、軟骨がですね、適合性を高めるということで、その動きを補助しているというのが大きな特徴になってきます。ただ膝の関節は長年の生活環境ですか、姿勢とか、やっぱり体重を決めた体のこういろんな状況のですね、影響を受けやすくて、特に力学的な負荷が大きい関節とも言えます。なので一つのこう障害ですとか廃業がですね、原因になってしまって、容易に動きが制限をこうされてしまって、痛みが出てくるというところもそうです。ですから関節水腫といって、いわゆる炎症とか損傷で膝に水がたまるなんていう状態になってくると。で特にこの膝を曲げ伸ばしの方でこうやはり拘縮が生じやすくなってきてしまって、そこが制限しやすくされやすくなるという特徴があります。で特にこの膝の関節の障害としては、やはり可用使いすぎというところがあります。それから外傷、例えばスポーツでの靭帯とか半月板損傷というところも影響ありますし、あと特に女性で多い変形性膝関節症という疾患もありますので、ぜひこの辺り参考にしていただけると幸いです。ではここからは、この膝の関節痛改善に向けたストレッチやエクササイズと、具体的な暮らしの中で実践できるポイントについて解説をさせていただきます。まずはストレッチやエクササイズというふうになるんですが、大きく2つ紹介をさせていただきます。まずは大腿四頭筋といって、ももの前側の筋肉ですね。ここのストレッチやリリースなんですが、これ床にこう座って片膝をこう、曲げて、足をこうぐーっと伸ばして、スライドの方を見ていただきたいんですけど、片足を曲げて、もう片方の足を伸ばした状態で体をぐーっと後ろに反らしていくというふうな、そうすると膝の、前側が伸びてきます。ももの前側ですね、伸びてきます。それからもう一つはハムストリングスといって、ももの後ろ側ですね、ここを伸ばしていくと。これもやはり床に座った状態で、片膝を少し斜めにしてこう曲げて、もう片方足を伸ばしていって、体をこうぐーっと前の方に倒していくというエクササイズになってきますので、ぜひこの辺りを行っていただきたいと思います。でこの2つなんですが、膝の関節痛にももちろん効果的ですし、股関節痛にも実は有効だというのが証明されています。ただ一方で注意点も2つありまして、1つは一応秒数回数載させていただいているんですが、これあくまで目安ですので、休憩挟みながら疲れが残らない程度に行ってください。それから痛みのない範囲で無理なく安全にぜひお願いをしたいと思います。それから暮らしの中で実践できるポイントも2つあります。まずは姿勢やフォームの崩れを修正をして、サポーターとかテーピングとか杖をぜひ積極的に活用してください。具体的にはやはりこの膝の関節が障害があるという方は、いわゆるガニ股や O脚になってしまっているということが多いです。で膝蓋骨がこう外にずれてしまっているということもありますので、これを意識して修正するというところがあります。なのでその際はいろんなスライディングのサポーターですとかテーピングですとか、いろんな、あと測定板インソールなんかも活用できますので、そういったところがいいのと、あとやっぱり膝アイシングをしたり、あと体重がかかりやすいので
体重抑制策、いわゆるダイエットも実は膝の関節痛の改善ポイントになってきます。それからもう一つのポイントは、太ももの内側の運動を積極的に行って正しく歩いてください。ももの内側をこう締めるような筋トレももちろんいいんですが、おすすめはですね、荷重のかかとを意識しながら正しく歩くというところをぜひエクササイズとして行ってください。骨盤をこうしっかり回して内股をしっかり締めた歩き方になっているかということ、過度なひねりがないかということをぜひ確認をしてください。例えばリハビリで行ったトレーニングの一環として綱渡りをするように足を揃えてこう歩くのってエクササイズもありますので、もちろん安全にではあるんですが、ぜひこういったものも参考に行っていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうになりますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。